もうね、上に上がるのがね、そう、部屋で一人が怖いとか言ってたの。本当にもう無理で、2階にすら上がれないから、最近はリビングとか洗面所とか。お風呂は怖くない、てか音楽流しながら入ってる。ちょっとね、髪ボサボサ、申し訳ないわ。虫とどっちが怖い、うわ、それ究極すぎて決めれないわ。だからどっちも怖い、怖い、まあ、怖い方はお化けだけど、嫌い度はちょっと迷うな。虫はちょっとね、無理、本当に無理。島根、ね、雨降ってる、昨日がすごかったかな。今はなんかそんな外見てないから分かんない。なんか久しぶりにこの部屋でやって、そう、そう、弟の部屋とかお姉ちゃんの部屋とか、もう借りれない、なんていうの、嫌がると思うから。リビングか洗面所がここでやるしかない。九州住んでる、住んでるから台風やばい。そっか、今九州、あ、今九州やばいですよね。大丈夫ですか。にゃこさん、ありがとうございます。なんかね、昨日寝れなすぎて6時に寝ちゃった。で、ずっとドボンやってた。あ、ずっとじゃない。最近弟にデズラしてない。なんか弟、最近体育祭があったらしくて、走ってる動画を見せてもらった。今日の日の可愛くて光、どこが？これ見て、やばいよ。もうなんかすっぴんだよ。ドボンいつもやってんのに一回も当たったかね。なんでだ、なんかね、前にあやかっていう名前の人と当たったから、おお、当たったって思ったけど、違った人だった。あ、そう、大丈夫そう。落ちてすぐではない。2時ぐらいに。本当は言いたくないけど、1時2時ぐらいに起きた。あ、12時か。で、まあ携帯ずっとかまって、で、顔洗って歯磨きして、お菓子食べてみたいな感じ。くしゃみでさ、昨日はハトリちゃんと同じ同タイミングで2人とも寝れないとね、思った。なんかあれ、ヨーナちゃんも同じようなこと言ってる。マロンは結構、いや、うん、まだ子供、ニャンちゃんよりは上だけど、まだ子供じゃないかな、わかんないけど。もう一匹のモモちゃんはもう結構ツアーとかしてたわけじゃない。なんか未読無視されてる、なんか未読無視してるって言われて、なんか言われてて、今なんか逆バージョン。引かれたのでフォローしました。え、嬉しい。え、これに引かれ、ちょっと面白い、なんか面白いですね、これに引かれたの。ももちゃんのママがマロン、え、違う違う、マロンのママがももちゃん。唇も何もしてない、マジで何もしてない、本当にやばい。ドスッペ、ほら、もうメイクもしてないもん、やばいでしょ。ひなが寝れない時間最近いつもしてない。あ、じゃあ同類ということですかね。京香ちゃんもスピン、京香もだいたいスピンだと思う、あの人なんかメイクするのめんどくさいみたいな人ですから、うちと一緒、ああ、うちと一緒だと思う。なんか
なんならすっぴんで遊びに行ったこととかありますしね、何回も今日かと。だからなんかどうせ見られないでしょってなるから二人とも。そうメイクした時に配信する人はね。島根の方申し訳ありませんが一瞬でいいので来ていただいて、どこに来ていただくんですか。でも岩さんありがとうございます。いやでもさすがにすっぴんはあのマスクしていきますよ。今日も可愛い嬉しいみくちゃん。京香ちゃんは年1個年上。かなさんお花、何これ、お花じゃない、何これ、え、何これ、カニ、ありがとうございます。香港のアルマさん、ありがとうございます。 WY さん、ダルマ、ありがとうございます。今日こそドボン対戦しようよ。朝の8時から島根の人が来るまで配信、え、よろしく、行きましょうか。意外とバレないもんな、うん、バレない、バレない、バレないっていうか、あ、タコか、タコ、ありがとうございます。ミクのママがひなこちゃんの声好きやって、え、嘘でしょ、こんな低いのに嘘、初めて、初めてじゃないけど嬉しい。なんか意外とコンプレックスでもあったりしたの自分の声だ。俺も毎日スピン、ちょっと笑わせないでねカナさん、ありがとうございます。今日はね、このリングライトもね、今ねつけてないから相当なやばい顔だと思う。まだあれでさ、ちょっと持ってる、ちょっとは持ってる感じあったり、補正、補修さ、補正されてたかもしれないけどね、マジでつけてないから。ナブヨワイさん、かわいい、ありがとうございます。目が悪い。早くひなこちゃんの話ね、したいね。美肌モード、何、何美肌モードって、どれ。初めてショールーム見た時、声とかはめっちゃタイプで好きになったよ。マジ、え、声とか本当になんか嬉しいわ。だってさ、声本当にね嫌なの。なんかちょっと低いじゃん、男っぽい声してない。だからなんか男の声やってって言われたら全然出せるもん。よくだってファンの方の真似とかしてるでしょ、そんな感じだよ。うちの学校メイク禁止だけど知ってる人多いから、が、で、全校調理先生を、マジ全校あるよね、それよく怒られるよね。DM で送ったけど2年連続で再入籍当たった。ね、見た、びっくりしちゃったよ。懐かしいね、1年前だっけ。ひなこの顎ピース、さすがに男性の声に聞こえることない。本当にこれで顔を隠したらどう。あ、こんにちは、今何歳なんですか。あ、15歳ですか。わわ、若々しいですね。あ、若々しいですね。ちなみに今趣味とかあるんですか。あ、料理作りですか。あ、そうですか。あ、僕料理できる人好きなんですよ。あ、本当ですか、ありがとうございますちょっと似てない、ぼうちゃん、しんちゃん、ツイッター見ました、グレタマスチ、好き好き、一緒なんだ。
絶対こういう人いるって、絶対いるでしょ、もうなんか想像つくもん、絶対いるよ、世の中に一人はいるよ。あとはなんて聞くんだろう、あ、どこに住んでるんですか、あ、東京ですか、あ、東京、あ、僕も東京です、あ、あったりできますかね、あ、いいんですか、そうですね、じゃあ渋谷のあのワンちゃんの前で、あ、わかりました、ではまたご連絡を。どう、誰のモノマネ、いやなんか、え、これ誰のマネだろう、あ、なんか出会い系とか、絶対いるよこういう人。あ、そう、ハチ公前だ、それ間違えた、絶対いるよこれ、こういう人絶対いるから。え、これ絶対いるから、うちもうね想像できるもん、ツイッターのこんなのネタやめちゃったの、やめちゃ、なんかバカバカしくなっちゃった、でもね私じゃないからね、あれ投稿してんの、ね、すいません私です、 TT 社じゃねえよ、 TT 社じゃないからね、この前お台場で鬼滅の刃のグッズショップ見て、ひながそうね、最近ねずっと見るのだよね鬼滅、ツイッターやめてないよ、やめたらネタバラシ、いやだってやめてないもん、あのツイート見てた友達が頭かって言ってた、うわーん、結構悲しい、うちほんと何でも真似できるよ、いいな、学校の話全然しないよ、え、なんなら学校のあの課題とかみんなに教えてもらってるぐらい、そんな詳しくは言えないけどね、何々学校とか、レイちゃんのもね、私は、え、なんか前の方が似てるね、私はなんか佐都ちゃんにも思ってきた、そんなことないですよ、ちょっと似てない、数学めっちゃ難しくてびっくりした、本当に目アラジンって覚えてんだけど、佐都ちゃんはね簡単だよ、佐都はできないできない、佐都もやりたい、ちょっと似てない、佐都難しいかもいやなんか初めて会った時イキリンさんは、え、私、え、私、でもこれしか言えないの、ももちゃんは、大西、そういうの分からへんから全然いいよ、ジュリちゃん、ジュリさん、ひやこ絶対ブリッコするんだよ、待って、これ全然やばいよな、似てなさすぎて草、サトネはそんなんじゃない、いやって思うじゃん、結構ガチなんだよ、佐藤はみたいな、佐藤姉さんはねちょっと仲がなんか今いいんですけど、なんか面白いですよみんな、いやちモノマネって難しい、最初ね、さとちゃんと初めて会った時、なんかどんな子なんだろうって、あ、どんな子、なんだろうな、本当はどんな子なんだろうとか思ってて、なんか
ステージ上でめちゃくちゃなんか喋り方独特だなって思ってて、それで楽屋とかで話してたら本当にあのまんまで、なんかたまにいるじゃないですか、なんかいちごミルクしか飲めませんみたいな人いるじゃないですか。でも楽屋では梅干しも食べるよクソ野郎とかなんかいるじゃないですか。あ、いるのかしんないけど、けどさとちゃんはもうあれなの、もうあのまんま、もうねみんなもちょっとびっくりするぐらいあのまんまだった。マホピョンもそう、なんかアニメとかでさよく見たことある、あるくない、なんかいちごミルクしか飲めないって言ってるけど楽屋ではなんかみたいな、ドラマとかでさ見るじゃん。いやいるかは知らないよ、 ATV では見たことない。みっつんがプリキュアになりたいみたいなのにはアドバイスある？髪を染めろかな、ピンクに染める、あ黄色、いや飲んのは難しいな、むずいむずい。そうさとちゃんだからマジでいい人だなと思った。さとちゃんのマホビはねいつも二人でマジで二人でいますよ。二人でふわふわ、なんかふわふわ空間に入ってる感じ、それを見てるのが面白い。ね、そんなものまねできないよ私。仲良しで何の二人、めっちゃ仲良しだよ、常に二人でいる。里真帆かわいいコンビですよ。ふわふわ空間見るのに、本当にね、なんか落ち着くよ、本当にふわふわしてるよ。なんか MC とかもふわふわしてる、なんか親みたいな感じで見てる。私もあんな感じにちょっとなりたいですね。なんかふわふわ、ちょっと私はふわふわだったらどうなるんだ、なんで男目線、違う親目線ね。私もちょっとふわふわになっちゃったらどう思いますか。例えばなんだろう、え、なんだろう、ふわふわできるの、うん、ふわふわなんてできないよ、どんなのなの、え、ちょっと引くあ、わたあめさんが飛んでる、あ、ちょうちょさんが飛んで、なんかさ、何にでもさんつってそうじゃない、お肉さんが飛んでる、あ、うん、俺が素だと思う、あ、ドアが外れてる、じゃあうちのふわふわイメージね、うちのふわふわイメージ、あ、時計が壊れてる、直せないみたいなね感じもねありますけども、
まあ私はまあ一番楽しいのはファンの方のマネ、あれマウント取るやつが一番面白い。いや、サタちゃんはさすがにドアが外れてるとかお肉が飛んでるとか言わないですよ。うちのふわふわイメージ。うん。いや、本当にマウント取ってるんですか？なんかわかんないだけど。え、どんな感じなの？マウント。なんか、じゃあ、まあ私がするとしたら、今、シーちゃんパラダイスを持ってるので、ドボンで。え、あの、3日か2日ぐらいでシーチャーパラダイス取れたんだけど、まさか、あ、もちろん取ってるよね。え、取ってないの？あ、まあそうだよね。なんか私もなんか知らなくって、なんかたまたまねやってたら偶然ね、あのドボン遭遇しちゃって、そう、しかも何連続も2日と3日だよ。すごくない？こんな感じ。ちなみに今どこなの？あ、しーちゃんのときめきか。そっかそっか、私パラダイスになっちゃったからちょっと待ってあげるね。うん、頑張って。え、こんな感じなの本当に？こんな感じ？この前ヒヤとドボン対戦してダラツダスの躊躇した、出したんかい。今のサタネちゃんじゃない。今のは自分。お久しぶりです。パラダイスになっちゃったの。そう。握手会あったらそういう相手、あ、そうなの？え、本当にあるんだこの世界。でもしてる人は見たことないけど。あるとしたら、最近ドボンやりすぎてやばいです。今ヒーナのハピネスの人と対戦して、おお、今やってるの仲良しやん。なんか今日うち結構やってない？そんなことない？なんか最近はネットフリックスを見すぎてる。一日に何時間ぐらいですね。めちゃくちゃやってる。もう全部合わせてまあ4時間5時間ぐらいやってんじゃない？わかんないけど。ずっとハマってる。ライフ見てな。メサイリア1号さん、ありがとうございます。あと5分くらいで30分経つんだ。うう、見てないな、ライフってやつ。ちょっとネットフリックス何の動画見てるの？韓国ドラマ。でもなんて名前だった？あ、目撃者。あ、言ったよねこれ。目撃者っ
ってやつ、めっちゃ怖かったからちょっとみんなに見てほしい。島根いいところですよ。虫がたくさんいて。ホラーじゃない。なんかあらすじを言うと、殺人犯がいて、でそのなんかまあマンションがあったんですよ。そこにマンションがあって、そのマンションの前で殺人犯がある日ね、人を殺してしまいましたと。でそれをマンションのその窓から部屋から見ちゃった人がいて、でちょうどそのまあそこはまあ3人家族だったの、ちょっと覚えてないけど、まあ夫婦もいて子供もいてみたいな家族で、その男旦那さんの方がそれを見ちゃって、そしたら奥さんもちょうど来て、奥さんは電気をつけちゃったんですよ。だからこれなんかめっちゃネタバレみたいになってない？大丈夫？で電気つけちゃったからもう部屋がわかるじゃん。でその不審者、その何、殺人犯の人もこうやって数えてんの部屋を。である日そのマンションをうろついてみたいな感じ。なんか怖い、ホラーとかじゃないよ、目撃者ってやつ。いやでも面白かったね、はい、これはみんなに見てほしい。ホラー見たら夜お風呂入るの怖い。サスペンスですか？な、そうなんじゃない？ちょっとわかんないけど。韓国ドラマ、映画なんじゃない？わかんないけど。映画だったと思う。見ません。目が眠い。シャワー浴びてたら後ろに人がいる。めっちゃ怖い。怖いこと言わないでよ。今一人なんだよ。下に行けば会えるけど、今2階に一人しかいない。今メンバーで、あ、今日あれですよね、オンラインお話し会だったんだよね。一人暮らしじゃないよ。ねえ、にゃんちゃん連れてくるの？お歌が聞こえなくなった。そうね、最近はね、ピーピーってやつやってないからね。今日は妹の日らしいけど、なんかしてもらえそうですが、何をすればいいですか？え、まさかお兄ちゃんとか言わなきゃいけない感じ？アクションで育った今。4人兄弟ですよ。ひなこって構ってほしいタイプじゃないの？いやでも誰かいてほしいって感じ。一人の時間も欲しいけど、今京香ちゃんのドボンネだといいね。今日かはね、ヒーナのきらめ、ときめき？
だってにしてくれてる。今一番会いたいメンバーといったら京香ですかね。いや、あと今日ね、最後にちょっと話をさせてください。なんかね、夢でね、そのチームエイトのコンサートの夢を見たんですよ。いつかその時は、それ悪口それ、え、何、どういうこと。で、それでね、チームエイトのコンサートにを やってて、それで私はユニットで京香とアボカドジャネーシをなんか披露するという夢で、そうで、アボカドジャネーシを京香とも披露するってなって、で、なんか衣装が違ってる、衣装を間違えて違う時に着るのを着てたみたいでなって、でもうその時にコンサート始まっちゃってるので、もうオープニングもやってて、まあオープニングからもうなんかソロなんか一人ずつソロ曲歌ってて、なるちゃんとかオープニングで、でユニットのブロックで私と京香が一番最初なの、アボカドじゃねえし。で、なんか違う、なんかね、アボカドジャネーシの衣装じゃなくて違う衣装を着てて、もう始まってんのに、で、やばいってなって、京香もなんか違う衣装着てんの。で、それでまあちゃんと着替えて、で、それで私が振りを忘れちゃって、そのアボカドジャネーシ、そう、これめっちゃありありな、あるあるの夢だと思うんだけど、メンバーもよく見るって言ってるぐらい。京香様があるので違う。それで私がその振りをなんか忘れちゃったかな、忘れちゃって、京香にやばい教えてみたいな言って言って、でももうね、もうあと一曲終わったらもううちらの番みたいな、やばいってなって、チャラチャ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 ラチャ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 までしか覚えてなくて、で、それでその後も全然知らなくて、まあこの現実でもそこまでしか、まあ踊ったことないからあれだけど、そこまでしかまあ踊れないっていうか、まあ何、まあ踊ったことないけど、もう何回も見てきたからここまで踊れるの、テレテレテンテレテレテンまで、現実でもなんかそこまでだったら踊れるよみたいな、なんか何回も見てきたから、それでまあそこの夢で評価にやばいって教えてもらってて、もう出番だっていう時に起きた。やばくない？いや、もう焦ったよね。あん、もう焦った今声焦った。でもね、これあるあるみたいですよ。なんか忘れちゃう、冬忘れて焦るみたいな。夢だったからマジでよかった、本当によかった。デジャブにはなってほしくないの。ということで、ちょっとなんか今日長くなっちゃったんですけど、ランキング読みたいと思います。13位プッチンさん、ありがとうございます。12位中山フェスタさん、ありがとうございます。11位ともおくん、ありがとうございます。10位ゆきたん、アットマークピナコタン大好きさん、ありがとうございます。9位香港のアルマ、アットマークチューメイトシさん、ありがとうございます。8位102、ありがとうございます。7位香港編で、アットマークひなこちゃんを大好き千年さん、ありがとうございます。6位ももさん、ありがとうございます。5位トッポリさん、ありがとうございます。4位セイリアツアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位ニャークアットマークひなこが好きさん、ありがとうございます。
2位梅こぶちアットマークナトリノさん、ありがとうございます。そして1位は WY さんでした。 WY さんありがとうございます。長くていいよ本当に。中山フェスタさんかわいい、ありがとうございます。今日も見に来てくださってありがとうございました。今日も後でドボンするので、ぜひまだ755入れてない方は755へレッツゴーしてください。それではまた後でね、バイバイ。